このお餅がとても気になったんですけど、これも作っておられる？これは、はい、専門店で取ってるんです。これなかなか、まあ、このままね、うんうん、はい、あのね、はい、作ったらすぐ瞬間冷凍するんです。だから今ちょっと、はい、あの溶けてきようんです、はいはい、カチカチのものを朝出したらもうこの状態になってるの。3時間ぐらいで自然解凍するんで、まあ、もうそのまま食べれます。取ってもらおうかな。これすごい、うん、これは小豆です、はい、でこれはあのよもぎの、あのピーナッツをまぶしてます、はい、これはね緑豆といって、はい、あの日本のもやしあるでしょ、はい、ちっちゃなあの、はい、鶏の下、はい、あれを炊いて皮を取り除いて、はい、それからついてそれでふるいにかけたものをこれまぶしてるんです、かなり手間暇かかってる。かかります。うん、でもあの味なんかはもうさっぱりした、うん、あっさりした味で、軽く甘みがあるだけでそんなに甘ったるくないから。これは、ま、年末とかお正月に、ま、いつも置いてあるんですけど、はい、まあ、麹なんかがあると、はい、あのもう備えるんです。だから欠かせないもの。